ドキドキしたぞ。絶対バレると思った。それも想定済みだ。だから今日君たち以外の客はみんな暁ワイナリーのものだ。まさかの全員桜。全員じゃないさ、正確に言うと俺以外はだ。ガイア、なんでこんなところにいるんだよ。静かに芝居を鑑賞できる場所を選んだだけさ。まさか最初からいたのか。ああ、この闇夜の英雄のアリバイ劇は素晴らしかったぜ。その辺の酒よりもはるかにうまい。それでこの件を騎士団に報告するつもりか。俺のことをよく知っているくせに、告発なんかに興味はないぜ。ただ単にモンドの闇夜の英雄がどこまでやれるか知りたかっただけだ。やっぱりお前はいつも俺の期待を裏切らないな。君の期待に応える義務などない。ああ、分かっているさ。しかし一番意外だったのは、孤高の闇夜の英雄が他人の助けを受け入れたことだ。申し訳ないが、本日の営業はここまでだ。お帰り願えるか。はいはい、いいさ。今夜はもう酒で盛り上げる必要もないしな。でも出る前に一つ言いたいことがある。聞こう。ディルック、お前にこの助手がいて俺は不思議と安心したぜ。素敵な夜を。じゃあまたな。ガイアのあの言葉、どういう。あいつのことはいいんだ。今回はいろいろと助かった。これは礼だ。おお、ありがとうだな。一人で行動することに慣れてはいたが、君たちの手を借りるのもなかなかに悪くなかった。今後何か助けが必要になったら僕のところに来るといい。